皆さん、こんにちは。アップルニスタです。本日は、先日行われました、バルセロナとマジョルカの一戦から、抜群の立ち位置から、バルセロナの崩しをご紹介したいと思います。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。まず、この試合のシステムは、バルセロナが 4-3-3、マジョルカは 4-4-2 というシステムで臨んでいました。まず攻撃の始まりとして相手2トップに対し2センターバックとアンカーで水滴優位を作ることで攻撃を優位に進めることができます。アンカーへのパスラインを消しながらプレッシャーに行ったとしてもシャドウに入った際にもう片方のフォワードがこのようにアンカーを消しに行けば逆サイドのセンターバックがフリーになりそこから前進されてしまいますし、もしアンカーを消しに行かなかったとしたらアンカーがフリーとなりそこから前進することができます。実際にはピケにボールが入り、そのタイミングで寄る選手、離れる選手、幅を取る選手がいることによって相手に混乱を招きます。戻りまして、この時点で2人とも降りてしまったら相手の前でボールを動かしているだけで、相手にとっては怖くはありません。また、サイドバックが幅と深さを取ることで、相手左サイドバックが釣られていることがわかります。相手サイドバックが釣られたことで、中盤とディフェンスラインの間にスペースが生まれ、そこにデヨング選手が入ることによって、中盤とディフェンスラインの間を突くことができます。また、降りたメッシにボランチの選手が食いついてしまうと、フォワードへのパスラインが空いて、このように前進されてしまいます。これが 4-3-3 のメリットの一つと言えるでしょう。この時点でサイドバックがデヨングに食いついたら、右サイドバックがフリーとなり、前進されてそこからクロスを上げられてしまいます。センターバックが食いついたとしたら、最も危険なワントップのところは1対1にもなりますし、フリックワンツーというアイディアもあります。実際に相手は食いつかず、吸収して、ゴール前を固めようという判断をしました。しかし、引きつけられてサイドバックをうまく使われ、クロスからシュートまで打たれてしまったシーンでした。それでは流れで見てみましょう。キーパーも使いながらの全体に幅と深さを取ったポジショニングから、相手2トップに対し、2センターバックアンカーで水滴流を作り前進の糸口を探ること。寄る人、離れる人、幅を取る人で相手を混乱させ、相手の出方を予測でき、ここまで意図的に前進できたシーンだったと思います。いかがでしたでしょうか？今回は、バルセロナとマジョルカの試合の一つのプレーを解説させていただきました。非常にポジションバランスが良く、常に数的優位の状況を作ることと、ハーフスペースを効果的に使った攻撃のシーンだったのではないかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントお待ちしてます。それではまた次のエピソードで会いましょう。さようなら。